バンダイ、メタルビルド、ガンダム F91 クロニクルホワイトバージョンです。こちらの方がまず、パッケージになります。そしてこちらが、裏のパッケージになります。でこの外パッケージを外しますと、これが中パッケージになってます。でこれが、その中パッケージの裏になってます。でちょっと残念なことに、ちょっと中の、商品は厳重にちょっとこう梱包されてるため、ちょっと中の、モデルを紹介することができませんので、説明書の方でちょっと中を解説させていただきます。でこちらが説明書です。そしてこちらの方が入っているパーツの、リストになってます。で頭部の方は2種類入ってまして、変形用の頭部と非変形頭部と2種類ありますので、これはどちらか好きな方を選んでください。で、こちらの方に、変形させる時の頭部の、変形のさせ方が書いてあります。あと、このように内容としてはビームライフル、ビームランチャー、あとビームシールド、あとこの専用の飾り台で、ウェスパーが左右に一つずつで、あとはこちらのパワードウェポンっていうタイプの、こっちのビームガトリングとミサイルランチャー、あとツインベスパータイプにするためのこのベスパーが2種類入ってます。そして、まず本体の方に、頭部を選択してつけていただいて、でこちらにアンテナをつけます。そしてバックパックをセットして、ベスパーの方をつけていきます。そしてこれで、ビームシールドの発生器をここにつけます。そして、ビームサーベルを腰の横のラックにセットします。で逆側の方にはビーム発生器が収納できるようになってます。で本体の方がこのように形になります。で腕はここのちょうど中間のところから動くようになっており、胴体を前へ傾けると、このスカートの部分が一緒に連動してこう下がるような仕組みになってます。あと膝を曲げると、ここのフィンがこう下がって干渉しないようになってます。で後ろのフィンはこう上へと展開することができます。そして肩の放熱フィンは、引き出してこのように開くことができます。でビームライフルは、フォアグリップが動いて腰のところにあるウェポンラックの方にセットすることができます。でビームサーベルには、このようなエフェクトパーツをつけて、ビームが出たような状態できます。そしてビームランチャーは、ビームライフルと同じく後ろのウェポンラックの方にセットすることができます。でウェスパーの方は引き出してグリップを出して、でここのジョイントをスライドさせることによって後ろのジョイントパーツと連動してここの部分が展開するようになってます。そして、本体の方のこのレールのところでスライドして前へと展開し、それでグリップが出て持たすことができます。で、ビームシールドの方はこちらの方のビーム発生器を外してこちらのビームが発生しているものを取り付けるようになります。で付属してある専用のスタンドはこのちょうど股のところにつけるジョイントか背中のところにつけるジョイントを選択して、こちらのように飾ることができます。そして、こちらがガンダムF91 のパワードウェポンタイプを作る場合は肩の方をこちらの交換用の肩にしていただいて、でこちらのビームガトリングガンと
ビーム、あ、ごめんなさい、ミサイルランチャーをセットしたものをこの、ウェスパーがもともとついてたところにセットしていただいて、でこちらのように武装がチェンジできるようになってます。でこちらが今度ガンダム F91 のツインベスパーを作る場合になります。でこちらの方はバックパックの方に、このジョイントを使いまして、ベスパーを2つずつセットするようになります。そして、こちらの方を大きい方を上、小さい方を下に展開して、前面の方に、こういうふうに、向けることができます。そしてあとはこちらの方の、ツインベスパーの展開方法がもう一つありまして、このように、上側に4本、出すように、できるようになっております。はい、これで以上です。